どうも、ナイチです。皆さんは学校どうですか？なんかちょっと近所のおっちゃんみたいな親戚のおっちゃんかみたい な, なんかスタートになっちゃいましたけど、昨日と一昨日かな、学生のね方の、自殺のニュースが流れてきました。まあ、もしかしたら知らない方もいるかもしれないんですけど、でまあそれを見てちょっとねまた撮ろうかなと思って喋ってます。まあ関心のない方はね言葉のブラウザバックしちゃって構わないんですけど、やっぱまあコロナのことがあって、まあ自分らが経験したことのないような状況からみんな学校に行かなきゃいけなくて、今まで学校行くだけでもそれがストレスだった方もいるだろうし、じゃそうじゃなかった方もその分散登校とはいえさ、人と接触しなきゃいけない、誰がコロナを持ってるかもわからないこの状況で行くっていうことにストレスがかかったりとか、でも日常がさ、かつてあった日常がいろいろこうできなくなっていて、それは学生だけじゃなくて大人も含めて社会人も含めてみんなが、窮屈さを感じていたりとか、多分ものすごいもう意識している部分の大きなストレスもあれば、無意識にかかっている、ずっとこうゆっくりこうずっと押され続けているようなストレスがかかっていたりとかして、おそらくもし今まではなんだろう、コロナがなければ起こることのなかった嫌がらせとかいじめっていうのも起こっているのではないかなと、なんとなくそんなも感じてるんですけど、でね、おそらく今この現状をさ悲観することもあるじゃんか。例えば、まあ、学校で嫌がらせを受けてたらさ、この今っていう現状が辛すぎるっていう悲観はすごくわかるし、でもそれプラス今多くの方が、多くの学生が将来に関する不安をめちゃくちゃ持ってると思うんだよね。直近で近いところで言うんだったら、例えば受験生だったら受験だよね。受験どうすればいいの、受験どうなっちゃうのって、何勉強したらいいのわかんないよみたいな、ってなっちゃってて、で将来がなんか明るくないからさ、じゃあもういっかみたいなに思っちゃうのかもしれないんだよね。実際みんながさどういう思いで今過ごしているのかは俺は分からないし、もしかしたらこの喋ってる内容もさ全然みんなと噛み合ってなかったりするのかもしれないんだけど、でもやっぱり改めて本当にごめんね、いつもいつも言ってることで申し訳ないんだけど、でも死なないでほしいっていうのは、やっぱり言っておきたくて、自分もさ中学の時に、まあ、いじめ受けてて自殺願望があってとかさ、こう買って、ね、リストカットをしてたり、カッターをさ刃をこう巧みに当てたりとかさ切ったりとかさしちゃってた時期があって、あの頃は、まあ、将来なんてみじんも考えてなかったし、なんかもう20歳になる前に死んじゃうんだろうなとかさ思いながら生きてましたけど、けれど今こうやって35にまでね生きててよかったなって思うことは多くて、人生でどうなるかなんて分かんないんだよやっぱり。もちろんね、当時のさ自分にそれを言ったら確かに良くなるかもしんない、将来は。でも悪くなるかもしんないじゃん、悪いのが続くかもしんねえじゃんって俺は絶対思うタイプ。きっとそう思ってる方もいると思う。確かにそうなんだよ、その通りなんだよ。それを言われたら何も言えないんだよ。だって人生に絶対なんかないし、いやお前の人生絶対幸せになるからって言うことができない。なぜなら俺が幸せにするわけではないから。もし目の前にいて、俺がずっとそばにいて、俺が絶対幸せにしてやるよって言うんだったら分かんないよね。だって俺が頑張ればいいんだもん。でもそうじゃない、みんなの人生に俺のね影響力なんて本当にちょっとのものだし、しかもね、こう短なんだろう、短い期間の今の時期だけの問題だからさ、だからそうやって絶対っていうのは言うことができないし、責任を持つことができないんだけれど、だから確かに良くならない方もいるかもしれん、けれどやっぱり忘れないでほしいのは、今が絶望だったりとか将来に光を見出せなかったとしても、でも生きていった中で人生が好転していく、いい方になっていくっていう可能性は誰にしもあるんだって。
いうことを覚えておいてほしいです、うん、俺があの頃中学の時の俺が今のこんなね、こんなまあ階段で動画撮ってますけど、動画撮って、まあ、コメントなんかどういうことになってるかわからないけど、でも何人かの人にはいい風にきっと刺さってくれてると思ってる、今回の動画が。自分があの頃の自分がこうやって誰かに向けて何かを発信して、それが誰かの短い期間だとしてもちょっと生きるエネルギーになるなんてみじんも思っちゃいない。こんな風になってるなんてもうみじんもないよ。 0% だったもん、あの頃には。でもきっとみんなが今頭の中に脳裏によぎることのない 0% の可能性になることだってあり得るっていう、っていうのをぜひ選択肢と言い、選択肢で絶対とは言えないけれど、選択肢として持っといてください。俺が一番大事にしている言葉は生きてりゃなんとかなるっていう言葉です。これはもののけ姫っていうね、ジブリ作品のもののけ姫に出てくるワンフレーズなんだけど、あの言葉が救いで、あの言葉をずっと思って生きてきた。あの頃から生きてりゃなんとかなるって、生きてるからこそ味わう辛さとか苦しみとか悲しみっていうのはたくさんあるけれども、生きてるから味わうことができるプラスのことっていうのはやっぱりある。生きてればなんとかなるです。でも無理はしないでね。あ、死んじゃダメだよ、本当死ぬのはダメなんだけど、しっかり休んでください。まあ、みんなのお父さんお母さんが許してくれるかわからないからさ、強制はできないけど、学校ずる休みしたって構わねえんだ。俺もしてたし休息は必要だよ。自分のペースで、人と比べることなく、みんなが自分のペースでぜひ歩いていってください。以上です。